ナミさん、こんにちは。ダイダルス回復してよかったですね。今回はいい事件ですね。そしてですね、もう一つ、ダイダルスが回復して、ステーキング報酬が入ったということで、今回もおめでとうございます。私の方のね、ステーキング報酬もね、結構順調にかなり増えましたけども、そろそろ決済して、確定申告、来年に向けてね、利益確定をさせていかないかなといけないと思ってますね。ナミさん、その辺いかがでしょうか？私はね、この確定申告で、現金化したこのカルダノが、軽く年収ぐらいにはなってくれるんじゃないかなと思ってね、来年の原資ができて、しめしめと思ってるところでございますけどね。はい、それでですね、お金の勉強ということで、リラクゼーション業界についていろいろとお話しさせてもらいましたけども、リラクゼーション業界は、私がね、がっつりいたわけじゃないんで、そんなにね、いい話はできなかったかもしれませんけども、私なりに下調べと、それからナミさんからいただいたね、課題と、私だったらどうするかなと、リラクゼーション業界に入ってどういうふうに進めていくかなってことを加味してお話しさせてもらいました。それから一部ね、介護をやっていた時に視覚障害者の方の職場に触れることがあったんで、そこからの声をちょっとね、拾い上げてみて、あ、結構追いやられてるんだなっていう現実は、局地的にですけどね、一部かもしれませんけども見て取ることができましたけども、全体的に言うと視覚障害者の方のいわゆるリラクゼーションとしての仕事っていうのは半数になったらしいんですよ。これはもしかしたら視覚障害者の方の職域が広がって、マッサージとかあんまとかお灸以外に旅立っていったとも考えられるので、一方的にね、リラクゼーション業界あんまとか針とか灸に健常者のことが入ってきて、その分競争力を失ってできなくなっちゃったっていう見方はできないかなというのが、今回ね、プラスアルファで、お伝えしないといけないところかなと思いますね。いずれにしましてもあらゆる業界にあらゆる人が進出していって、もうね、ボーダーレスなわけですよ。やっぱりこう柔道をなんとか患者さんですね、首から下が動かないよって方でも国会議員になる時代ですから、あらゆる職業にあらゆる人が入っていけるようになっていってるんだろうなと、これは明るい方向なんじゃないかなというふうに考えることができます。YouTube の世界ではたくさんいらっしゃるんですけどね、和田大輔さんをはじめとする首から下が動かない方とかね、あとは半身不随でも何でもないんですけども、神様っていう方がね YouTube の業界にいらっしゃるんですけども、この神様って方もなかなかのね人気の YouTuber さんなんで、ちょっとね検索していただければと思います。それでは今日は以上でございます。ナミさん、明日の事件もお楽しみに。